ットガルだって。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ、ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪者。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた英雄アバランチ、協力に感謝する。よろしくね。いないじゃん。お迎えどこだ。うん、モーグリ。お、これをたどってこいってこと。さては、あたしを試そうって魂胆。いい度胸じゃん。あら？ノーモーグリ。大丈夫？おーい。あ、なんだよ。シュッシュ、いくぞ。現在、5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降、被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては、鋭意調査中ではありますが、1番マッコールで使用された爆弾と同じものと考えて、間違いないでしょう。もう負けないぞ、ユフィ。ユア。イエス、モーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェン。ついてきな。お、待ってよ。ビリーボート、ポルコだ。そしてナヨ。私はウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ、ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため遠方よりやってきた盟友アバランチよ、協力に感謝する。よろしくね。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のソノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。
ウータイ名物ダチャオ豆。はいはいはい。食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソモンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。旅大変だったんでしょ。ゆっくりしたら。こんなざわざわした街で無理無理。あのさ、究極マテリアってどこにあんの？死んだビルの中のどこ？それはね、実は正確な場所まではつかめていないの。でもね、神羅カンパニーの中ではマテリアは兵器扱いなの。だから兵器開発部門が扱っているはず。その部署は地下にあるから。なるほど。究極マテリアは神羅ビルの地下にある。究極マテリアちゃん、待っててね。無理は禁物。いい？神羅ビルがどこにあるかは、そうね、ビリーボーンに聞いてみて。はが。それよりさ、究極マテリアは神羅ビルの中なんでしょ？神羅ビルってどこ？気持ちいいくらい何も知らないな、君は。ごめんごめん。知ってるだろうけど、今いるスラムの上にプレートっていう街が広がってるんだ。神羅ビルはその中心にドーンとそびえ立ってる。ああ、あれね。そうだと思った。神羅ビルに入るにはまずプレートに登る必要があるんだけど、そのあたりの手順はボルコから聞いてよ。落ち着かないね。作戦のことを確認したいんだけど、例えばプレートの行き方とか。それな、 ID さえあれば駅から列車に乗ってなんてことなく到着だ。でもほら、今街が騒がしいだろ。全体の警戒レベルも上がってしまった。だから少し落ち着くまで様子見。それが僕たちのおすすめかな。様子見なんて罰ゲームだよ。シンラを甘く見ちゃダメだよ。うん、ソノン遅いね。またウォールマーケットかな。ウォールマーケットって一言で言うと大人の街ね。大人の街、いろんなお店があるの。説明しづらいけどね。まあなんとなくわかるよ。辛いのや苦いの、思いっきりまずいのに痩せ我慢して飲んだり食べたりするんだよね。ほ？で、酔っ払って、昔はもっと厳しかった、大変だった。最近の若いやつはでも堕落だよ、あれは。ウータイにもあるんだよね、そういう大人の店。亀道楽ってんだけど。亀道楽ならミッドガルにもあるよ。え？どこにあるのか知らないし、行ったことないんだけど、時々チラシを見るもの。ふーん、ミッドガルを堕落させる作戦かも。やるな、亀道楽。あ、亀道楽のチラシを貼り歩いてるおじさんがいるんだ。通称亀おじさん。面白い格好してるからすぐにわかると思う。探してみたら？行く行く、ダチャウマメ差し入れしちゃう。ユフィ、シミュレーターマシンって知ってる？え？ああ、もちろん知ってるよ。あれでしょ？シミュレーターするマシンのことでしょ？え？まあ、シミュレーターするというか、仮想現実でバトルする機械だね。実はそのシミュレーターマシンの携帯機を持ってるやつがいるんだよ。へえ。ミッドガルでも滅多に見られない最新型さ。どうだい、試したいだろ。別にシミュレーターなんてどうでもいいけど、まあせっかくだからやってみてもいいかもね。自警団の詰め所前にチャドリーって子がいる。
その子が持ってるから気が向いたら話しかけてみるといい。退屈だったらコンドルフォートで遊ぶ。コンドルフォート？あ、ごめん、ウノシューは知らないか。最新の遊びだからね。バカにすんな、知ってるに決まってるでしょ。やってやろうじゃないな、コンドルフォート。じゃ、簡単にルールを説明するね。やるな、ユフィ。さっき教えたばっかりなのにすごいや。そう？ポルコが弱すぎるんじゃない？あ、でも町には本物が大勢いるから挑戦してみなよ。私任務中だし。あれ、コンドルチャンプに勝てば賞金と豪華なマテリアがもらえるらしいよ。マテリア？うん、本物はなかなか相手してくれないけど、腕を磨けばチャンスはあるかもよ。やってやろうじゃん。協力者候補を発見。称号データの検索を開始します。小柄ながらしなやかな筋肉と俊敏な身のこなし、うん、まずまずの逸材です。君、何ブツブツ言ってんの？僕はチャドリー。よろしければ僕の研究に協力していただけませんか？私はユフィ、よろしくね。で、研究って？こちらの携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦ってみてほしいんです。なんか面白そう。やるやる。やるやるですね。ん？お見事です。戦闘データを解析した結果、召喚マテリアの生成に成功しました。ユフィさんのスピードはまさに雷鎚。これからは雷帝ラムーと共に存分に暴れ回ってください。はいはい、コンドルフォートなら一回。ん？ご新規さん？てか何なのそのお子様な格好。え？これお子様なの？ひたすら可愛くない？ああ、なるほど、センスわかんない人だ。ニットがる女め。え？ねえねえ、コンドルフォートやんない？私修行中なんだよね。ふっといいね。でも私対戦料もらうよ。一回三ギルでーす。なんで？ちゃんとズルしたはずなのに。センスがいいからね、私。ほら、付き合ってあげたんだからさ、七ギルちょうだい、七ギル。いやなこった。カメ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 道楽。おや、お嬢さん。チラシを見つけてきてくれたのかな。チラシ？おやおや、亀道楽のチラシを6枚集めて豪華景品をゲットしようキャンペーン。ご存じない？ない。ではご説明しましょう。亀道楽ミッドガル支店では7番街スラムのどこかに貼られた6枚のチラシを集めてくださった皆様に豪華景品をプレゼントするキャンペーンを行っているのです。マコールの事件がありまして、ウータイのことを心よく思われていない方々がですね、チラシを隠してしまいまして、まだ誰もクリアしておりません。へえ。いやー、参った参った。しかしこれは好機ですぞ、お嬢さん。7番街スラムに隠された6枚のチラシを探し出し、景品ゲット第1号になってみませんかな。こちらがチラシの見本です。イカスでしょ。ぜひ7番街スラムをくまなく探してみてください。やってやろうじゃん。そうだ、お嬢さん、コンドルコインはお持ちじゃないですか。実は私コンドルコインを集めておりまして、もしお持ちでしたらアイテムと交換しますよ。ただいま。おかえり、その、ユフィがお待ちかねだよ。遅い。ごめんごめん。何？父上に似ていないと思ってね。はじめまして、ユフィ。俺はソノン草壁。五道様から直接剣法の指導を。あんな奴の話はいいから。それよりさ、町に馴染んじゃったって？大人の街で遊んでるって？
辛いのや苦いの食べてるんでしょ。私の相棒が親父みたいで最悪だからね。ところでさ、亀道楽は言ったの？ミッドガル堕落作戦なら話は別、全然手伝うから。ほら、私もそろそろ大人だし。恐ろしいスピードで誤解してるな。堕落作戦は楽しそうだけど知らないな。あ、とにかくよろしく、ユーフィー先輩。先輩？私が？俺の方がずっと年上だけど、特殊部隊に入ったのは君が先だからね。あら？そう？先輩か。いいね。私、いつもちびっこ枠だから。究極マテリアを手に入れて、亀道楽でお祝いだ。ハット。物が完成したってさ。受け渡しは物資保管区の倉庫。ユフィ、ソノン、付き合ってくれる？もちろん。町を歩いて敵のこと知っておかなくちゃ。危険なところを通るから準備はしっかりね。外で待ってる。支度が終わったら声をかけて。了解。お疲れ。派手に決めたな。これで5番マコーロも。あれ、クラウド。はぐれちまった。おいおい、クラウド大丈夫だよね？決まってんだろ。あれぐらいのピンチ難なく切り抜けるさ。自慢話一丁追加ってなもんだ。うん、そうだね。それにしてもプレジデントの野郎、俺たちがウータイの手先だ。バカにしやって。アバランチは誰の手先でも。ヘッド。おっと。気になる情報がある。ウォールマーケットのドン・コルネオが手下を使ってあんたを探してるらしい。え？コルネオが？こっちはな、シンラを相手にしてるんだ。しょっぱいチンピラなんかほっとけ。ティガ、俺たちはこの後も走り続けるだろう。そのためにも今は休んでくれ。うん。私、やっぱり調べてみるね。気をつけろよ。マコールは彼らの仕事よ。もう、挨拶しとく？いや、やめておこう。あの連中、もう神羅にマークされているかもしれない。近づかない方がいい。うん、私もそう思う。うん、ねえ、究極マテリアってどんなもの？進路から盗んでどうするつもり？どうするって、マテリアがあれば強いじゃん。究極マテリアだからきっと究極に強いよ。なるほど。楽しみ。補足すると、我々が神羅の拠点に潜り込んで最新の研究成果を奪取すれば、神羅にとっては屈辱的なその事実をもってして、ウータイは侮れないという印象を連中に植え付けることになる。だよね、先輩？そうそう。あれ、見ろ。なあなあ、町のビューティーさん、一攫千金のチャンスだよ。応募資格はそのルックス。あなたが持つ美貌で稼いでみませんか？ほら、素通りすんの。子供はあっち向いてて。はい、ゴミは塞いでねって。ウォールマーケットの豪邸で悠々自適な暮らしが。もしかしてコルネオのお嫁さん探し？
あなたは何？推薦人？あった話が早い。俺は推薦人の助手。仲良くしといて損はない。何するの？話しなさい。悪いよね。子供舐めるな。アンド、私は子供じゃない。それに私だってビューティーだ。まずいことになったぞ、ビューティーガール。お望み通り、子供扱いはおしまいだ。意外と頑張るな。この影を舐められたら終わりよ。兄貴、兄貴、とんでもないビューティーを確保しました。本当か？こう、こう、そんでもって、こうよ。姉ちゃんたち、ごめんな。俺、妥協しすぎだったわ。行くぞ。ダメよ。ここが指定された ID の受け渡し場所。誰が来るの？さあ、前は偽造職人みたいな先輩がいたけど、分派の方に行っちゃったの。だから今回は別の偽造屋に頼んだ。ねえねえ、あの人どうしたの？魔鋼中毒、ソルジャーのあり損ない、あるいは慣れの果てだという者もいる。どっちにしても神羅の犠牲者だ。また神羅か。神羅め、神羅にクレームを入れるならこれが必要かもな。上への越境用 ID だ。列車の中でスキャンされるから肌身離さず持ってろよ。ありがとね。ちょっと待って、食べてみて、おいしいよ。硬っ。みんな軟弱だね。じゃあアジトへ戻ってジージェを待とう。ID が揃ったらいよいよ作戦開始。先輩、マコーロが爆破されて町の状況は一変。ナヨたちに協力してもらって警備状況だけでも把握しておかないと。あら、何かな。予定変更、支柱の下で待つ、急がれたし、ジージェ。予定変更？支柱とは？スラムの屋根を支える大きな柱。案内するね。もう逃げ場はないぞ。いえ、どこまで知っている。言ったら命はないんだろ。なに、オーゾン。もしかしてジージェもウータン出身？感心してる場合じゃないよ。思っていたよりまずい状況だ。急ごう。悪いね。くそ、鉄道隊に連絡を入れましょう。お、いたいた。誰だ？我々も合流する。
3番がメインピラー整備場付近で例の男を確保。俺たちも向かうぞ。メインピラー整備場？そんな奥まで入り込まれたか。まったくだ。行くぞ。あ、つけよう。ちょっと待て先輩。貴様。接触した社員の名を言え。はい、確かハイデッカ。ふざけるな。もう一度聞くぞ。分かった、ちゃんと答える。ルーファウスだ。なるほど。北条だったかも。へえ、意外とやるね、ジージェ。行きますか、先輩。もちろん。俺が敵を引きつける。その隙に先輩はチージェを。陽動作戦だね、いいじゃん。でも目立つのはこの私。おい、そこの悪党ども。なんだ、誰だ。聞いてくれました。ある時は美少女忍者、ある時は凄腕マテリアハンター。果たしてその正体は。さあ一度注目。この私こそが雲海に咲く一輪の花、ユピちゃんだよ。おお、ただのガキだ、気にするな。誰がガキだ。先輩、派手にやりすぎ。なんだ貴様ら。ウータイ、敵と遭遇、応援を要請する。忍びの底力だな。うん、ありがとう、助かった。ん、あ、どんなもんだ。早速だけど、これ死んだビルの中で使う社員用の ID カードだ。これを使って地下に行ってくれ。地下には兵器開発部門のラボがあって、その中にマテリア研究フロアが。究極マテリアがあるとすれば、そのどこかだろう。分かった。さあ、急いだ方がいい。シンラが何か大きな作戦を実行に移すらしい。七番街を破壊し尽くすなんて噂もある。なんであれ巻き込まれないように急いだ方がいい。俺は仲間に知らせに行く。成功を祈る。また会おう。今度は俺がおごるよ。ウータイ流の乾杯を教えてやる。いいね。お、あ、7番街の噂
ンパにも伝えてね。了解。さあ先輩、スラムに長いは無用らしい。準備を整えたら駅へ行こう。おっしゃして、マイフレンドと知り合いなのかい？あんた、シンラだよね。いかにも。私はローチェ。君は何かまずい匂いがするな。だが安心したまえ、今はプライベートだよ。友達を探しに来ていてね。どんなやつ？オーマイ！名前は聞きそびれてしまったね。私と同じ熱いハートの持ち主だ。グレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだ。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォートの相手してくんない？コンドルフォート相手をしてあげたいところだが、私の熱いハートは君にはまだ早い。もっと修行をしてきたまえ。よし、じゃあ行きますか。うわ、何これ。現在鉄道は5番マコーラの事故を受け、本数を減らして運行しております。また5番街スラム駅には停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。分派のせいで列車の本数が減ってるんだ。次のを逃したらしばらく上は行けない。無理してでも乗った方がいいぞ。はい、どうぞ。じゃあ行ってらっしゃい。慌ただしくてごめんね。突入。酔うのか？立っていたら大丈夫のはずなんだけど。笑うな。メルフィーも乗り物には弱かった。船、チョコボ、列車も多分ダメだな。メルフィーって？妹だ。二人で一緒に五道様に指示していたんだ。俺より才能があった。あった。停戦の年だ。神羅の自走式兵器が暴走して、それを止めようと。私は妹じゃない。進捗はどうだ？タンクスが動いています。はい、
順調順調。プレジデント、どうか計画の見直し、いや中止を。7番街直下のスラムには推計でおよそ5万。リーブ君、せめて避難勧告の許可を。また分別臭い顔で青臭いこと。リーブ君、これも発展の潤滑油だ。腹をくくりたまえ。先は地下兵器開発。伝えまいります。ドアが閉まります。ったく、とんだとばっちりね。ウータイも姑息よね。アバランチなんかと手を組んでこそこそ攻撃してくる。人は誇り高いと聞いていたけど、それは昔の話みたいね。今のウータイさんは神羅にたかる虫みたいなものよ。ねえ、あなたたちもそうは思わない？思います。そうですね。兵器開発部門のスカーレット、メルフィーを殺した兵器を作った情報に。落ち着いて、サナ。落ち着こう。私たち何しに来た？先輩、すまない。いいよ、ムカつくのは私も同じ。究極マテリアンとこまで案内させればよかったよ。どこに案内する気だ？言ってやろうじゃないの。マテリア研究フロアだよね。待ってろ、マテリアちゃん。スカーレット様、このままでは開発エリアに侵入されてしまいます。しばらく泳がせて奴らの目的を探りなさい。はっ。さっきの見たでしょ、こんなところまでのこのこやってきたおバカさんにしても動きに隙がなかった。ウータイの忍び、
まだ起こさないけど。面白いことになりそうじゃない。存分にもてなしてあげましょう。私はお馬さんの整備状況を確認してくるわ。後で報告お願いね。は、開発エリアのメインシステムをダウン。機密情報へのアクセスを制限しつつ、空気経路から奴らの目的を探る。各員、侵入者の監視を再開しろ。はっ。どっち。先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど、うん、噛める？当たり前だよ。は、嬉しいよ、ゾナ。わかる。私たち、東京の仲間だ。ああ、心強い。あ、あれ使えるかも。よし、行こう。下にあった装置より大掛かりだな。ってことは、これが究極マテリア？奴らの目的は分かった？は、行動に一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあ、います。通信をつないでちょうだい。は、ご主人いかがかしら？うっ、ねえ、せっかく音まで来たんだもん。もう少し私と遊んでいたから。ホログラムなんかよりもっと面白いものを見せてあげる。何が目的だ？ヨード、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ、待ってるわね。先輩、どうする？罠だよね、分かってるよ。でも、行くしかないでしょ。私たちみたいなのが大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るな。それは大変。対策を立てなくちゃ。
無駄無駄。エチ臭いこと言わないで、チャンスをちょうだい。け、これはね、私のアイデア満載の最新型マシンはテストに付き合ってちょうだい。いい思い出にしてね。誰にも話せないと思う。何をしている？何してるの？データを取って仮想空間で俺を再現する気だ。準備よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした！さっきから怒鳴ってばかり。それが宇太流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ？知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も持ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何？ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。でもまだできてないの。嘘、騙されるのか。仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？あら、友達が戦ってるみたいよ。火星に来るっていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その悪い知らせなんだけど。
一度聞こう。究極マテリアはまだできてないって実際研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす。そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだよな。嘘、ジージャの話本当なんだ。どうする。閉じ込められたか。せいぜい苦しむといい。対象の侵入を確認。これよりズビエートの戦闘テストを開始する。ものはない。ディープ何？僕と兄さんの遊び。そこどいてくれない。ダメらしいね。血を聞いてみただけ。さあ楽しみましょうか。異常値を感知、制御プログラムを侵食しています。高速を急げ。誰ですか、僕の邪魔をするのは。あ
続けましょう。疲れのところなんですけど、急いで脱出しないと。ちょっと休憩しない？お風呂か？結構です。
一人じゃ無理か。私の手下になる人、この指とーまれ。ねえ、バレット、歩くしかないのかな。おうよ。かなり遠いよね、カーム。だいたい一日ってところだな。あのね、私のお母さん、一日って言ったら、それ朝から夜眠るまでなの。私は一日って言われたら、朝から次の朝まで思い浮かべる。バレットはどっち？俺はエルミナ派だ。よかった。いいかな。クラウド、お前は朝から晩までまるっと歩くなんて何でもねえだろう。当然経験ありだ。まあな。ただし、十分な休息が条件だ。特にあんたには。んなことはわかってる。まあ、知らねえ道は不安だろうが、リーダーの俺にドーンと回しとけ。頼もしい。おうよ。よし、とりあえず全員止まれ。思いっきり深呼吸。やっぱりやめとけ。もっと離れねえとな。うまい空気はお預けだ。さらばミッドガルだね。
たったらだったったたったらだったったーと。ないね。平気なのか。あれ急に不安。それは腹が減ったせいだ。急ぐぞ。ご無沙汰してます。久しぶり。元気だった？ごめん悪い。エアリス。